韓国の国民統合などありえない。動画をご覧いただきましてありがとうございます。新潮家でございます。韓国のですね、前大統領、パク・クネ前大統領がですね、恩赦をされてですね、釈放されることになりました。これにはですね、ちょっとびっくりしたわけです。なぜならですね、ムン・ジェイン大統領はですね、今年の初めに保釈を否定していたからです。実際ですね、ムン・ジェイン大統領というのは、パク・クネ大統領がですね、弾劾のですね、原動力になったですね、ろうそく集会というものを高く評価したわけなんですね。ろうそく集会というのは、そのパク・クネ政権の末期にですね、パク大統領の親友による国政の介入事件、これをきっかけにして起きたですね、大規模なデモだったわけです。最初はですね、3万人程度だったということなんですけど、その後膨れ上がってですね、一時は200万人を超える大規模デモになったと。これによってですね、パク・クネ大統領というのは弾劾が推進されて、最終的にはですね、ムン・ジェイン政権ができる原動力になったわけです。それによってですね、ムン大統領はですね、ろうそく集会の精神の継承者というようなことをですね、自称しているわけです。そのですね、ムン・ジェイン大統領がですね、そのろうそく集会によって、弾劾を推進されたパク前大統領をですね、保釈すると。それについてですね、特に進歩系の新聞社、ハンギョレなんかはですね、批判しているわけなんですけども、なんでムン・ジェイン大統領がですね、パク前大統領を保釈するのかと、いうようなことについてはですね、様々な理由をですね、報道されています。例えばですね、保守系のですね、団体を分裂させるため、保守系というのはですね、パク政権を支持している、パク・クネさんを支持している方とですね、あんまり支持していない方に分かれているんですね。だからですね、パク前大統領をですね、保釈するとですね、これを分裂させることができる。それ以外にもですね、ハン・ミンスクさんという方が今回保釈されるんですけど、この方はですね、進歩系のですね、保釈者の方でいらっしゃるわけですね。これを目立たなくさせるためにパクさんをですね、保守派のパクさんをですね、保釈させたんだと、いう言い方をしている方もいますね。それ以外にもですね、パクさん自体がですね、非常に体調が悪くてですね、服役中にもしものことがあった場合は、その怒りがですね、ムン・ジェイン政権に向かうと、ムン・ジェイン大統領に向かうということで、一刻も早く釈放するべきだと、いうような意見もあったみたいですね。その他もろもろ、理由はあります。一応表向きの理由はね、国民統合のために、保守派と進歩派がですね、対立が深刻化しているんで、その統合のためにですね、その象徴としてパク前大統領を保釈するというようなことをですね、言ってるわけなんですけども、このですね、表向きの理由はどうであれですね、韓国の国民統合というのはですね、難しいだろうなというふうに思います。というか、理由がですね、無理ですね。というのはですね、いわゆるコリアンというのはですね、協力できないんですね、彼ら同士が。彼らはですね、愛国心が強い、そしてですね、国のために一致団結するなんてことを言ってるんですけども、現実はそうではなくてですね、彼らというのは非常にですね、攻撃本能と、人間の持っている攻撃本能というのは強いわけですね。つまり自分以外の他人を攻撃したいという本能、それは誰でも持っているものなんですけど、韓国人はこれが非常に強いわけです。韓国人のことをですね、理解するのはですね、時代主義というのを理解しなければいけないわけなんですよ。韓国は儒教の国であるとかですね、藩の文化であるとかということを言われるんですけども、これらは実は本質ではなくてですね、彼らの本質というのは時代主義。これを理解しなければいけない。時代主義というのは何かと言いますと、いわゆる代に仕えるというふうに書きます。つまり、大きいものに突き下がっていく。こういうようなことを、時代主義というようなことなわけなんですね。韓国というのはですね、朝鮮半島というのは、その大の国、つまり中国という国がですね、非常に大きな存在だったわけなんですよ。それはですね、最近の話ではなくてですね、有史以来ずっとそうだったわけなんですね。中国という巨大な国家、それに蹂躙された歴史、それが朝鮮半島の歴史だったわけなんですよ。つまり時代主義というのはですね、巨大な中国に対して、自分たちのですね、存在を維持するための、政権の知恵だったんですね。中国に対して逆らって、いわゆる戦争をしてもですね、やられるに決まってるわけです。だから極力逆らわないで、中国の言う通りにやっていく。逆に言うとですね、ショートされた側というのはですね、誰に何をされてもですね、仕方がないわけなんですね。先ほど言ったように中国にですね、朝鮮半島は何をされてもですね、それに対して逆らうことができないわけです。一生懸命だからですね、大の側に立とうとするんですね。自分は小の側に極力立つことを避けようとするわけなんですよ。だからですね、彼らはですね、木を見るに瓶であってですね、立朝鮮の時代にはずっと中国、清の国に時代していたんですけど、日清戦争でですね、清の国が日本に負けるとですね、ロシアに時代するわけですね。ロシアの方が強いと思ったんです。そして日朝戦争で日本が勝つとですね、今度はですね、日本に自大するわけなんですね。そしてですね、太平洋戦争で日本がですね、アメリカに負けると、今度はアメリカに自大すると。そしてですね、現在はですね、アメリカから中国に自大先を変えている最中なわけです。これから本当に中国に変えるかどうかっていうのは分かんないんですけどね。つまり必ず大の側に立とうとする。これが自大主義の行動様式なんだ。そしてそれがですね、必要となってくるのが相手に対する過剰な攻撃本能なわけなんですね。つまり、大の側に立とうとして相手を攻撃し、それによって自分の安全を確保しようとする。もっと言うとですね、相手を攻撃しているとき、自分たちは大であるということを、いわゆるその確認できるんです。例えば先に書いたですね、ろうそく集会。みんながですね、パク大統領を攻撃するからですね、それ、大に従ってですね、不和雷動した。という側面がですね、非常に強いわけですね。だからみんなどんどん集まってきてですね、それに従ってですね、みんなで攻撃をするということをしたわけなんですね。つまり彼らはですね、いつもですね、攻撃する対象を探しているわけです。攻撃しているときこそ自らが大であると証明できるんですね。攻撃する側は強い側、つまり大であって、攻撃される側は弱い側、つまり小である。自らが小であれば何をされても文句を言えない。それが彼らのですね、DNA に示しついたですね、自大主義の考え方なわけです。それがですね、彼らをですね、いわゆる反日に駆り立っている原動力であったりもするわけなんです。別に反日というのはですね、日本は歴史を真摯に反省しないからではなくてですね、彼らの攻撃対象、それは何でもいいんですけど、日本を攻撃するということをですね、彼らはいいことだというふうにしちゃったわけなんですね。本来、その相手を攻撃するとですね、自分が攻撃される可能性があるわけです。だけど日本はですね、攻撃しても何も言わないんですね。それどころかむしろですね、言うことを聞いてくれるんですよ。いわゆる売春婦であった慰安婦に関してもですね、日本における性奴隷だというとですね、なんか知んないけど日本の学者の人がですね、一生懸命それに対してですね、擁護してくれたりするわけですよ。マスコミの人たちも一生懸命それに迎合してくれたりするわけですね、日本のマスコミの人たちが。だからですね、彼らはですね、安心して日本を攻撃できる。であるがゆえに反日を行うということなわけです。だから彼らにとって反日というのは面白くて楽しい。なおかつ利益にもなって、そして自らの時代主義を満足させる。自らの生存を確保することができる。そういうですね、非常に便利なですね、攻撃対象だったわけですよ。日本を攻撃しているときに彼らはですね、自分が大であるということを納得できる。ところが最近はですね、日本は韓国に付き合ってくれなくなったんですね。韓国が日本を攻撃すると、日本側も反撃してくる。それどころか韓国にとって不利益なことをするということも多くなってきたわけですね。例えば日本は韓国へですね、優遇措置をなくしてですね、輸出管理強化を行ったりですね、そしてそれを現在まで維持したりしているわけです。そして通貨スワップを取りやめたりですね、ムン・ジェイン政権が一生懸命主導してきたですね、朝鮮戦争の終結宣言なんていうのもですね、日本が反対してですね、それによってアメリカを説得できなくなったり、このように不利益を被るようになってきた。だから彼らはですね、反日イコール日本の攻撃というのがしにくくなってるんですね。そしてですね、反日をできなくなった韓国のですね、過剰な攻撃本能はどこに行くのかというとですね、それはですね、内部に向かっていくんですね。彼らは先ほど言ったように、攻撃をする相手は何でもいいわけですから、事実ですね、ムン・ジェイン政権の時代になってですね、非常に激しくなったのはですね、韓国国内のですね、若い男女の間の軋轢なんですね。ムン・ジェイン政権はですね、女性の人権を守ると称してですね、フェミニストの団体をですね、優遇をしたわけです。そしてですね、現在において若い男性というのはですね、その状況にかなり反発してですね、今度の大統領選挙ですね、はですね、若い男性層をいかに引きつけるかというのがですね、一つの争点になっているわけなんですね。それ以外にも韓国においてはですね、地域間の対立、年配と若手のですね、年代別の対立であるとかですね、進歩保守のですね、思想的な対立であるとかですね、日本と比べ物にならないほど激しい対立があるんですね。彼らはですね、お互いがお互いに攻撃をしてですね、お互いがお互いに大になろうとしている。自分たちは小に絶対なりたくない。いうことでですね、対立を繰り返している。だから彼らはですね、国民統合なんてのは絶対ありえないわけです。大体ですね、南北間でですね、同じ民族同士でですね、それも73年間も、1948年以降ですね、73年間もですね、分断国家のままなわけです。これもですね、彼らがですね、お互いがお互いの民族同士仲良くできないというですね、証拠になるんではないのかなというふうに思うわけです。今回ですね、パク・クネ前大統領をですね、恩赦をして保釈をするというようなことをやった。ムン・ジェイン大統領はそれは国民統合のためとおっしゃってますけど、国民統合なんていうのは韓国では絶対ありえない。韓国国民、コリアンというのは、時代主義からですね、自分たちが大になろうとして、小の相手を一生懸命探して、自分たちのですね、違う考え方の人たちを一生懸命攻撃するということを繰り返しているわけです。韓国でですね、国民統合なんていうのは絶対ありえないということをですね、ぜひムン・ジェイン大統領にはですね、認識していただきたいなというふうに思います。動画を聞いていただきましてありがとうございます。またですね、下の方にブログ、ツイッター、LINE アットをつけてあります。登録していただいたらありがたいなと思います。最後まで聞いていただきましてありがとうございます。